わっと戻ってくるガンバ、もうファンルの頭ですね。そうです、わ、うん、そのファンルに合わせてきましたが、一木です。そして田玉がオフサイド、チェック、まもなく29分になります。昨年の11月に右の足首を痛めて手術をしました唐島が戻ってきて、そして磯貝も戻っている、ボールは持っているナッツレイバーです。近藤、アレニコフ、広島のディフェンスのきっちりこうマッツマンでマークしていますが、なかなか前出すことができません、ね、非常にコンパクトにしてますからね、はい、スペースがなかなか空かないと、そうですね、で最終ラインで、ま、は回せるんですけどね、後ろには回せるんですけどね、なかなかくさび入れないです。そうですね、ここで入れないとダメですね、うん、マークがピタッとついています。近藤からもう一回近藤、いつもこういう形になってしまいますね、コンパクトになっています。佐藤、柳本代表です。もう一回佐藤、左サイド、あっとこれバウンドさせたらダメですね、そうですね、ファンルン、あーっと助かりました、ね、ああいうプレーはちょっと怖いですね、はい、実吉君ですけどね、うん、ああいう入ってきたボールは早く前で抑えないと詰められますからね、はい、今度はサンフレッチェコーナーキック、これが2本目になります。前半の30分を回っています。2対1ガンバリード。あー、低いゴール、そのまま風間がまだあります、まだチャンスだ、笛がセンタリングを上げる、どうか、向こう側まだボールは生きています。さあそして今度は早く上がりたいところです。ガンバ前線には山口一人、 その山口へ、いいボールですね、あとボール外ですか、わずかに向こうのタッチです。一人残っていた山口にボールが渡りかけたんですが、向こう側のタッチです、右のアウトサイドでやはりパス出さないと、今のはねボールの回転が逆でしたね、うん、はい、日本カット、ファンルーン一旦戻して左サイドに道木が走ろうというところですが、その道木、確かに広島のパスは早いですよね、はい、ワンタッチぐらいで出てきますよね、ボールはライン割りました。今日がもう29試合目の出場になります。本並、ヘッドでつなぎます。このルーズボール、磯貝か、ここサイド、あ、タッチ終わりました。6番は平岡、あ、22歳の若手です。一気にクロスボール、ファンルーンに合わせていこうというところです。オフサイド、フラッグが上がっています。今日のラインズマンは中熊さん、そして土本さん、レフリーが森津陽太郎さんです。前半の33分を回りました。
ラダンかな、うんね、この長いパスがやっぱりこのパスのルートがないですね、そうですね、逆サイドですね、風間左サイドにハシェック、そのハシェック、さあ近藤がマークしている、道木が倒れ込んでいるんですかね、道木ですね、右の向こう爪あたりでしょうか、ちょっと痛んだようですが、ヤンセン監督がずっと心配そうに見ておりますが、この人も若くて、そうですね、これからのね、いいですね、この引っ張っていこうかというね、はい、いい選手です、オリンピックの代表にも選ばれました、そういうのが大きな自信になっているのかもしれませんね、そうですね、彼とか上村とかですね、オリンピックの代表選手いますよね、はい、若くていい選手いますよ、まあ、ガンバの方ではね、森岡がちょっと怪我してますけれどもね、今日ぐらい出てほしいですよね、そうですね、あの柏戦で左の足の甲を痛めましてね、前節そのオリンピック代表の森岡が出られませんでしたので、今日もリザーブには入っておりますがスタメンでは出ておりません。さあキャプテン風間、クロスボールはファンルーンに合わそうというところですが、カットポケットでカット、クロスボール広島、また右サイド、とにかく中入れてファンルーンに合わせていこうというところなんですが、少しボールが低いですよね、そうですね、手前で引っかかってますからね、はい、カットされます、佐藤、おっとちょっと先ほどからね、あのヘディングのボールのクリアがね、今日おかしいですよね、はい、あ広島がさっきから、ね、高いボールに対して非常にミスが多いですね、はい、そういうチャンスをついていきたいところですが、ハシェック、バレーニックにファンルーン、そして風間、うわうわさあ道木が今度は大きくサイドを変えていきます、またファンルーンがゴール前にずっている、一気に前線へシュートを打つ、振り向き球、ハシェック、なかなか見せました、さすがすごいですね、まあ、やはりこの辺りのセンス、うん、技術というのは加賀さんさすがですね、そうですね、やっぱり、一本のパスで相手を背にしたままでシュートに持っていけるというのはね、はい、だから背にした時にボールが浮いているというのはね、バックにとって非常にやりにくいし、はい、守る方にとっては、蹴る方にとってはそれはチャンスなんですよね、はい、ですからそういうことをまあやれる選手というのがおれば非常に面白いですよね、そうですね、今なんかキーパーはもう全然ボールどこから出てくるか分かりませんので、そういうのはボレーシュートっていうのは本当どこから飛んでくるかね、キーパーにとって一番嫌なボールですよね、あそうでしょうね、でもあのタイミングで打つ、まあ、日本人の選手はなかなかいないですね、さあ近藤急がいとボールが渡って、ここからカットされました、風間が右サイド、右からずっと押し上げていこうと一旦戻します、中央にはファンルーン、そして左サイドにハシェックがいる、この道木君がいつも開きますよね、左サイドね、ハシェック、もっと同じ形、コーナー、決まった、全く同じ形で振り抜き球のシュート、同点シュート、ハシェック2対2、何かさっきの VTR を見ているような感じになりました、38分、同点に追いつきました、ご覧ください、トラップ振り抜き球です、あのバック今ね2人いたんですけどね、はい、あれは打ってあそこでは打ってこないと思って、まだタックル行ってますよね、見てましたよね、はいはい、持ち直したらタックル行こうと思ってたんですね、はい、その前に打たれましたね、見事なプロのテクニックで同点に追いつきました、
今日はどうやら点の取り合いになりそうです。2対2になりました。まあ、今のような形ですともうしょうがないですか、宇さん。まあね、しかしあれぐらいはバックもちゃんと考えないかんですね。この打速にはつながりません。ハンドゥン、まもなく前半の40分になろうというところです。さあまた道が上村です。ボールをキープしている道木が出る、下がりません。なんとクロスしました。あ、一気にチャンスになる。プロタソフが出る、出る、打てるかどうか、打てるか、まだチャンスだ。ペナルティーでしょ、ペナルティー。あ、これはガンバ大きなチャンスを得ました。プロタソフが倒されました。 PK です。前半終了間際、残りあと5分少々というところですが、ね、ここで柳田が追いついたんですけどね、これです。さあチャンスです。3番の柳本がファールを犯しました。さあこれも愛想ない。キーパー川野、自身今季6点目になります。まあ、しかしこういう点の取り合いというゲームもある意味では面白いかもしれませんが、面白いですね。前半で両チーム合わせて5点入りました。3対2とガンバリードです。取られてまた突き放して追いつかれてという点の取り合いになりました。さて危ない一木です。アレニックが行く、フリーキックは広島です。これが8本目になります。サンフレッチェ、ハシェック、さっきは見事なゴールを叩き込みました。さあ前半も残りあと手元では3分を切っています。残り時間が少なくなりました。谷さん、はい、高木選手がアップ始めました。おそらく後半の頭から行くんじゃないでしょうかね。ですか、なるほど。2節そして前節高木は、まあ、後半が始まってから登場してきたんですが、その高木がアップを始めたようです。さあフリーキック遥かに直接狙っていきました。上村、まあ、あれですね、ファンルーンと高木のツートップには迫力ありますね。そうですね。前半も残り2分を切っています。3対2、ガンバわずかに1点リード。バンドゥンが戻します。そして向こうサイド、速いパス回しを続けます。これがツベイバ、
一気に前線にフィードですがオフサイド、山口オフサイド、もう前半時間がかなりなくなってきました。44分を回っています。手元の時計、あるいは前半最後のチャンスになるか、うん、ここを防いでおかないとね、そうですね、一番外は不利です、ちょっと上げるオフサイドです。ちょっと危ないシーンでした、今の一番外がね、うん、不利だったんですね、オフサイドのポジションにいたんでしょうね、ちょっとスタートが早かったですね、前半の45分を回りました。もう前半ほとんど時間がありません。最後のチャンスになるか、折り返すことができない。イエローですね、うん、これは激しい当たりでした。アレイニコフに警告が出ます。5番の道木がまたちょっと痛んで倒れ込んでいるようですが、まあ、左からね、今日の非常にいい上がりしてますよね、前半の最後のチャンスか、ね、広島、ヘッドハシェック取っています。本並、もう前半はロスタイムほとんど時間がありません。このままの形で折り返したいところです。ガンバ3対2、1点リード。ここでレフリー森さんの前半終了のホイッスルがありました。先制点は5分にサンフレッチェのファンルーン、しかし山口がすぐさま追いつきました。ガンバがひっくり返しました。その後ハシェックに同点ゴール、しかし前半の40分に磯貝のペナルティーキック、復帰の磯貝が落ち着いてきまして3対2、前半を終わっています。この放送はバッパク記念競技場から実況中継でお送りをしております。神様が作ったサッカースクール、誰かが誰かを支えてる、ほのぼのローン、ほのぼのレイク。緑、土、水、農業共済。笑顔の暮らし、安心のネットワーク。悩んでいたって始まらない。今日からアドベンチャーにします。幸せゾーンをしましょう。アートネイチャーがお手伝いします。0120-01-2323、お待ちしてます。アルテンテ、なんだアルテンテかよ。アルテンテチンするだけでアルデンテ、冷凍スパゲッティも。ご飯も入って楽々茶漬け、お湯だけ入れれば簡単茶漬け。茶漬け Yes! Only you!
ご飯も入ってお湯だけでできるからオンリーユー、いつでもどこでもオンリーユー。ご飯も入って楽々茶漬け、お湯だけ入れれば簡単茶漬け、オンリーユー、オンリーユー。梅茶漬け、酒茶漬け、のり茶漬け、新発売。オンリーユー。みこしシリーズの今日は第4節を迎えております。ホームでゲームを行いましたガンバ大阪万博記念競技場、熱心なファンの皆さんが詰めかけていらっしゃいます。そんな中で前半の45分を終わって3対2と、ガンバがリードして現在ハーフタイムに入っております。この放送は兵庫県サッカー協会理事の細谷一郎さん、そしてスポーツライターでおなじみの香川博さんのお話を伺いながらお送りをしておりますが、まあとにかく細谷さん、はい、点の取り合いで、前半面白い感じになりました。そうですね、やはり見てて面白いですよね、これだけ張りますとね、とにかく始まって開始早々5分でしたがファンルーンの見事なシュートがありました、はい、守りの強化しなきゃいけないガンバだけにまたかどうかなって嫌な感じになったんですけれどもね、立ち上がり。そうですね、まあ、よくすぐ返しましたからね。そうですね、はい、そしてすぐさままたアレニコフが今度は勝ち越しのゴール。しかしハシェックに追いつかれたんですが、あの40分の PK というのは精神的にもこれ大きいでしょうね。そうですね、やっぱりあのハーフタイムでね、勝ってやはり引き上げてくるのと、だいぶ気分的に違いますね、そうですね。前半をご覧になって香川さんいかがですか。そうです、あの一人ガンバがね、やはりあの磯貝君が入って、まず何が違うかといえば、フリーキックのなりコーナーキックのね、停止球を蹴る球 その質が違いますから、やはりスペシャリストが戻ってきて、それで一気に、まあ、2点フリーキックで取りましたからね、はい、フリーキックとコーナーキックで取ったわけですから、はいはい、まあ、そういう点で、非常にやっぱり良かったですね、はい。でまあ、先ほど申し上げましたが前節と細谷さん、はい、ガンバの方は同じシステムを取りました、はい、まあ、金島が戻ってきた、それから磯貝が戻ってきたというようなこともありますけれども、これが2試合になってやはり前回とはちょっと違うんですか。そうですね、ツベーバが、ディフェンシブのミッドフィルダーなんですけどね、そこと、まあ、あの最終ラインの3バックとの連携ですよね、それがやはり、前節よりやはりしっくりいってですね、うまく2人で挟み込むようなディフェンスをしているなというのは感じましたね。あ、そうですか。守りを強化に臨んでいるニコスシリーズなんですけれども、細谷さんの目から見て、はい、まあ、ここまで、11点取られてるんですけれども、はい、4試合でね、はい、これやはりまだまだ課題として残りそうですか。残りますね。ただあの今日はね、気持ちの上で相手に対して激しくいってますよね、はいはい、やっぱりあれくらい激しく、まあ、ファール覚悟でね、激しくいって、やればね、まあ、抜かれてもね、なんとか他の周りの選手がカバーしてくれるだろうと、今まであの初戦の時は行かずにですね、フリーの選手からフリーの選手につながれて、それで点を取られたと、いうことがありましたけどね、今日はやっぱり行ってますから、まだこれはあのどんどん次への望みがありますよね。そうですか。あの2節のレイソル戦を私、はい、見たんですけれども、はい、やはりちょっとこの、まあ、技術的な面プラスですね、はい、覇気という面で少し元気がなかったかなというような気がしましたけれどもね、ちょっとこう変わってきましたね。そうですね、レイソル戦のゲームは本当そうです、サイドからフリーで上げられて、ゴール前でフリーで入れられたというケースありましたよね、はい、それに比べれば今日はやっぱり気持ちの上でね、やはり地元で、まあ、あるし3連敗してると絶対勝たなきゃという気持ちがね、前に出てますよね、はい、特に香川さん1節2節はあの V ゴール負けでしょ、これ答えますよね、とにかく、ね、うん、選手もやっぱり少し気分的にね、やっぱ追い込まれてますから、今日勝たないという気が強いですよね。そうですね、まあ、しかしそれにしても前半3対2といい感じで来ておりますので、なんとかこう後半にこのままの勢いでつないでいってほしいですね、この放送は万博記念競技場から実況中継でお送りをしております。ゆとりと安らぎの1時間55分、豪華な船旅をお届けします。西宮から淡路島へ、甲子園フェリー。パスタとソース、ソースとパスタ、どちらがなくても困ってしまう。パスタとソース、パスタ&ソースはおおおおおまい。夜空に描こうでっかい夢を。
すっきりすんな。あら、任せといて。すっきり関西風生ビール、ふわすっきり仕立て。マスプロナビゲーター。目的地まで全自動でコースを設定します。コースの修正もできます。道路距離や高度も表示します。次を右です。コースを外れました。マスプロナビゲーター。いやー、米の飯には固めへんな。おかわり、ご飯ってすごくおいしい、うん、おきに。うちのお米赤富士の新米です。おうちら何飯ですの？うーん、米でいたかな。米でやんや。まあ、それで米のダジャレですか。そうだよ。まだまだ新米やね。おいしいお米は赤富士米。さて、ここでサンテレビからプレゼントのお知らせです。今日はガンバオリジナルグッズの中からキャップとデイバッグをセットで5名の方にプレゼントいたします。ガンバオリジナルグッズの中からキャップとデイバッグを今青木奈々さんが持ってくださっておりますけれども、これをセットで5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はあがきにプレゼント名、住所、氏名、年齢、電話番号、そして好きな J リーグの選手の名前を1名お書きの上、ご覧のサンテレビスポーツガンバ大阪プレゼントの係までどしどしご応募ください。あさって25日金曜日の消印有効です。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。どうぞこちらの住所にふるってご応募ください。以上、サンテレビからプレゼントのお知らせでございました。この放送は万博記念競技場から実況中継でお送りをしております。神様が作ったサッカースクール、誰かが誰かを支えてる。ほのぼのローン、ほのぼのレイク。アルデンテ。なんだ、アルデンテかよ。アルデンテ。チンするだけでアルデンテ。冷凍スパゲッティも